さあ、そして本作は、夏休みの最後に公開されるということで今週の金曜日ですけれども、ぜひ皆さんの夏休みの思い出についてもここから伺っていきたいなと思うんですが、皆さんの夏休みの思い出、一番のこれまでの思い出というと松岡さん、いかがでしょうか。一番の何でしょうか。ドリルを丸ごとやるの忘れてたこととかでしょうか。なんかそれ夏休み中ずっと忘れてた。なんかだいたい7月中に半分ぐらいを終わらせたいタイプだったんですね、はいはいはい、うん、で余裕で8月過ごしたい、うん、1月休みだと思いたいタイプだったんですけど、確か数学か理科の苦手分野の苦手教科のドリルを丸ごと存在を忘れてて、キャーとなったのが、他にもいろいろ連れてってもらったり、大人になってからも夏休みの思い出、楽しいこともあるんですけど、夏休みって聞くとやっぱり、ああ宿題っていうのを未だに思い出しますね。それ最終的にそのドリルはどうしたの、うん、忘れててもう学校行って、市川さんにはちょっと内緒なんですけど、はいはい、答えを全部見ましたすいません。そうね、うん、はい、ま、無事にでもね、提出できたと。提出はできましたね。市川さん聞こえてないですよね今のね、はい、大丈夫ですね気を使わせてしまいましたすみません。すごくお利口さんありがとうございます。市川さんの思い出を聞く前に、市川さんは宿題は早めに終わらせるタイプですか。今宿題ってあるんですか。あ、すごくたくさんあって、今年はなんか7月でなんか難しいのとか苦手なのは大体終わらせることができたんですけど、もう今私5年生なんですけど、もう1から4年生まではもうずっと溜め込んでて、まあ、もう本当に大変でした。と言いながらちゃんと進めていらっしゃいそうですよね。ね、なんかきっちりこの日までにこれは終わらせるとか決めてらっしゃいそうなイメージが勝手にあります。ペットは人間の最高の友達。スーパーマン、誰かのことが本気で好きだったらそいつのために何でもできる。 DC 頑張れスーパーペット。僕の親友は僕が守る。